カレーを食いたいんだけど時間をかけずにささっと食いたい、そんな時ってありますよね。ありますよね。というわけで今日作るのは町中華屋のまかないカレー。慣れたら10分もかからずに作ることができるが、そんな短時間で作ったと言っても誰も信じてくれないんで安心していい。今日使うブツはこいつらだが、各ご家庭に余ってる肉や野菜を使ってもらえば OK だ。じゃあサクッとカットしていきますか。玉ねぎは適当に薄切り、短時間で作りたいときは全部薄切りや。人参も薄切り、今回は適当に短冊切りにしてるわ。輪切りでもいちょう切りでも OK だ。皮を剥く必要は全く持ってない。最後に香味野菜を刻んでおく。ニンニク、生姜をみじん切りに。カレーにパンチを加えたい場合、これらの香味野菜を加えるが、チューブでもいいし、ないならないでもいい。生姜はニンニクと同量ぐらい。というわけで仕込みは以上だ。天下、ごま油を入れたら油が冷たい状態から刻んだニンニクと生姜をイン。香味野菜を弱中火で炒め、ニンニク、生姜それぞれの香りが立ってきたら火力を強めて豚バラ肉を投入。分量は 100g ほど。サイズが大きすぎる場合はあらかじめカットしておく。肉が7割方白っぽくなったらお野菜を投入。軽く塩コショウし下味をつけておく。野菜が少ししんなりしてきたら火力を少し弱め、豆板醤小さじ1。この後入れるカレー粉も辛いんで、辛いのが苦手なら無理に入れんでもいい。そしてカレー粉大さじ1。これらを具材に絡めながら香りを立たせる。豆板醤とカレー粉の香りが立ってきたら、こいつを鶏ガラスープで割る。水 300cc、 鶏ガラスープの素大さじ1弱、ウェイバーやソーミシャンタンなど中華ペーストを使う場合は小さじ1から 1.5 ぐらい。そしてカレーのコクを調味料で出していく。カレーに定番の隠し味、砂糖大さじ半。今回飴色玉ねぎを作ってないんで砂糖は多めでもいい。醤油大さじ1、コク出しのオイスターソースを大さじ1弱。ガラスープや豆板醤がメーカーによって塩分濃度が違ったりするんで、味見をして濃そうだったら調味料を減らすか水を増やしてくれ。なおカレールーを使う場合はすでにバッチリ味が決まってるんで調味料は最小限で OK だな。ここから 1,2 分煮込んで味をなじませていく。そうしたらあとはとろみをつけるだけ。とろみは水溶き片栗粉でつけていく。ダマにならないように火力は弱めて、少しずつかき混ぜながらちょうどええとろみに仕上げる。いい感じにとろみがついたら火力を上げて一煮立ちさせれば OK だ。トッピングにはカレーには欠かせない福神漬け、さらに中華といえばザーサイ。完成だ。まかない中華カレー。
ああうまい。これを10分で作ったと言って誰が信じるだろうか。短時間でほとんど煮込まずして十分なコクととろみ、それでいてどこか懐かしい味。カレーのルーなし、調味料だけでこのクオリティのカレーが作れるのは上出来が過ぎる。ちなみにこのまかないカレー、作り方の手順さえ覚えておけばいろいろ応用は効く。赤ワインを加えて欧風っぽくもできるし、鶏ガラスープを和風だしに変えて和風カレーにしてもいい。肉だって牛、鶏、ひき肉なんでもいいし、野菜も余ったものを入れればいい。これぞまさにまかないカレー。食材が中途半端に余った時にぜひおすすめだ。そしてこのカレーをもっと美味しくするのはラー油。中華カレーにはこのラー油がよく合う。ごま油タイプのものがおすすめだ。騙されたと思って一度試してみてほしい。合う。ザーサイも合う。福神漬けも合う。全部合う。ちなみに最近ハマってるのはこの京都山田製油のごまラー油。これめっちゃうまいんで何にでもかけちゃってます。いろいろラー油を試してきたけど今のとこ暫定1位。まあちょっとアマゾンとかで買うとお高いんだが、物産展とかに置いてあったりするんで、見かけたら手に取ってみてほしい。まあこの味をもとに自家製ラー油を作るのがいっちゃんコスパいいと思うんで、レシピ完成したらいつか公開するわ。10分で作り5分で完食。なんとお気軽なカレーなんだ。お疲れ様でした。